はい、ビッサラマティ飲んでますよ、もう今日。ああ、久々の休日なんだね。で、量、ちょっとカメラの位置がね、定まらなくてて、四角してるところですね。どうなんだろうな。これで拡大しようか。今日はね、斉藤くんからのリクエストで、どうやって YouTube 使ってますかって、活用してますかって、意外とね、なんか30代20代の若い人らが YouTube 活用してないのね。活用してない、できてないってもったいないよね。で、自宅にこんな巨大メディアがあるのにさ。まあ、じゃあちょっとね、まあこれは私流のね、YouTube の楽しみ方なんですけど、まあそれをちょっとね、紹介してみますかね。教えてほしいっていう話なんで、まあ、自分使ってるのは Windows 7で、自分パソコンね10年以上使えますね。結構ね、まめにメンテナンスして、で、パソコンヘビーユーザーで365日ね、それこそ24時間つけっぱでパソコンは使ってますよ。で、ファンの掃除したりとかね、あとプロパティの電力のパワーバランスもこれ 85% にしてるんですよ。夏場とかね、動画の書き出しとかすると、暑くてさ、温度高温でシャットダウンしちゃうから、いや、まあそんなこんなでね、パソコンもね大事に使っていますよ。エチゴなんか半年もしないうちに10、2台もダメにして、これ俺全然意味わかんないですけど、しかも俺このパソコン中古ですからね。これいくらだか、これ高かったな、1万8000円とか。俺いつも1万2、3000の中古ですね。いや、それも10年以上前ね。はい、改めてビッサラマティだ。ビッサラマティですよ、鈴木さん覚えてきたぞ。ビッサラマティね、イエーイ。はい、でね、そう、今日久々の休日でね、ずっと朝から飲んで、いつの間にかね、夜になってしまう。いつの間にか夜になってしまいました。やることいっぱいあるんですよ。やりたいこといっぱいあってね。さて、これカメラがここにあると、なんかとても操作がやりづらいな。もうちょっとなんかではねえかなと。どうしようか。まあいっか。じゃあちょっとやってみますかね。まあこれフリージャズ、だいたいつけてますね、いつもね。これで中古の Windows 7に500円の中古で買ったスピーカーつけてね、快適に使っています。10年以上ね。で、例えばさ、そうだな、ホテルカリフォルニアでしょ。
ホテルカリフォルニア和訳これ出るかな、これか、これだったか、これだ。この人のはね、よくてね、この間聞いてましたね。今日はホテルカリフォルニアの話をしたいと思います。という名曲ですね。どっちかというと短編映画のような歌だと思います。最初があって真ん中があって最後にこんなことがありましたというようなまとまった、こういうのがね、あの俺のね中学からの英語の勉強法ですね。具体的に、いろんな情景を描いてるんですね。砂漠で描く、汗の匂いとか、髪の毛に組む、涼しい風の気持ちとか、どっか遠くで見た、瞬く、明かりをものすごく細かく描いてるんですね。でよく何かを描くとき、特に歌とかを描くときに Show don't tell と言われるんですね。要するに描きなさい、言葉で伝えるじゃなくて言うじゃなくて Show、Don't tell 描きなさい、うん、でこの曲はもう上手にめちゃくちゃ上手にそれができてるんですね。五感喋らないで匂ったこと見せろと聞こえたこと、うん、見たことを通じて、すごい臨場感がある、迫力がある、歌詞を作ってます。でその代わりに、いろんな解釈ができるんですね。はっきりとこんなことがありましたと言わないから、ただこういう光景があった、自分で解釈しなさいという感じですね。まあそのおかげというか、そのせいというか、いろんな人はいろんな変な解釈もしてるんですね。でもこの歌詞を書いた、ドン・ヘンリーが言うには、本当の意味としては A journey from innocence to experience と、インタビューで言ってますね。だからまあ無邪気から経験への旅だと言ってますね。要するに何も罪のないまあ、青年から俺はね中学の時はラジオだったんですよ。積んだ大人になる小林克也先生の100万人の英語です、ね、当時のイーグルスはものすごく売れているバンドだったんですね。でまたインタビューでは当時我々その時何でもできていた、何でもなく光が見えた。My head grew heavy and my sight grew dim、頭が重くなり目がくすんできて、 I had to stop for the night、 一晩休まなくてはならなかった。まあねじってる。でメッセージベンズ、まあベンズは英語じゃないんですけど、ベン英語で言ったら曲がってるという、ね、だからまあちょっとした言葉遊び的なところ、うん、そういうのはね勉強になるね、これ。She got a lot of pretty, pretty boys. 彼女にはたくさんの可愛い男の子、うん、それから彼女は友達だと言ってる。友達と称する、本当に友達なのかよ。本当はどこでしょう。 Are they dancing the courtyard? 彼らの中庭での踊り方よ。 How they danceSweet summer sweat 甘い夏の汗。 Some dance to remember、 ある人は思い出した Some dance to forget、 ある人は忘れるために。いいねこれ。ここはちょっと素敵です、ね、素敵ですね。この、sweat と remember、 いやこれが俺の英語の勉強ね。で、 でね、反対の言葉、今度は違うので、かっこいいです。So I called up the captain、 それでキャプテンを呼んで、Please bring me my wine、
ワインを持ってきてくださいと言った。で、ここで言うキャプテンってどういうキャプテンなんで？あなたは幕末時代に英語をペラペラ話せた日本人として外交を支えたこの人物をご存知だろうか？YouTube の広告。うざいね。これがね、俺のロシア語の先生ですね。聞き流しロシア語講座のお時間です。センプリビエット。センプリビエット。初めに日本語、続いてロシア語をゆっくりと、そして最後に普通のスピードのロシア語で言います。これで一緒にロシア語を覚えましょう。この人のね、わかりやすくていいんだよ。初級挨拶編。こんにちは。Здравствуйте. Здравствуйте. こんにちは、友達同士。Привет. Привет. おはようございます。Доброе утро. Доброе утро. おね。こんにちは、お昼の挨拶。なーちゃんにね、ロシア語でね。いろいろ話してみたいなと思って、ね、ちょっと勉強したんですけど、ね、こんばんは。ドーブリーヴィーチェル。勉強編だと、あとはごめんなさい、ね、プラスチーチェ、プラスチーチェ、すみません。ピンボールウィザード、ギター、ギターの勉強とかはね、もうこういうのが一番いいですね。こういうんですね。すごいでしょ、こういうのね、みんなあるんだよ。ピンボールウィザードですよ。かっちょいいでしょ。で、じゃあ今度ピー、このピアノ、これピアノね、なんかの曲、なんかピアノったらエルトン・ジョン？エルトン・ジョン。ピアノの練習とかも本でほらただでできちゃうじゃない、ほら。こんなのいくらでもあるんだよね。指は簡単だけどな、なんかないかな。これでもいいか。皆さんこんにちは、たぬき語り講師のあきです。今日は初心者の方でも超簡単にビートルズのレッド・イット・ビーをピアノ指だけで押さえていきます。歌詞も同じ A メロと欲しくなかったと思います。はい、チャンチャンっていうのやらないで1回だけ。 Stop to be
動画になってるんですけど、いかがだったでしょうか。これね、いくらでもいくらでもあるか分かりやすいの探してさ、やりゃすぐ引けちゃうよ、マジで。How to play right hand。 Okay, there are two ways to do this solo in my life. In my life. Play it straight, the way it's played strictly on the piano by George Martin. Right. Which I wouldn't recommend. されてからさ、分かりやすいでしょ、これ。If you can see the difference there, you're going from nice chords with the pedal. 曲はね、何でも好きな、自分が好きな曲何でもあるね、これ。これリズム違うんだけどね、これ。ホーランドウッズのね、キスオンマイリストね。これギターで弾くとね、なぜかこういうリズムで弾きたくなっちゃうんだよね。もっとね、なんかあの6調なんだけどね。だギターもピアノもすぐ覚えられる。あの英語ロシア語ちょっと難しいかもしれないけどね。で昔の名曲とかもさ、なんぼでもあるわけね。ギターの生音を手軽にアップグレードしませんか。ナチュリバーブがあれば、これ YouTube の広告うざいんだけど、これ飛ばすでしょ。これ遠藤さんのカレーライスなんかね、こんな古いのもあるんだよね、まだね。これはホーランドオーツですね。80年代でしたっけ。一世を風靡しました、ね、まあこんなんで遊んでると、もう完全にテレビいらないっすよ、ね、もうなんぼでもね、もう遊びたいもんがいっぱいあるしね。あ、オリビア・ニュートン・ジョンですか。あー、死んじゃいましたね、オリビア・ニュートン・ジョンね。はい、ユーラッパ、はい、デミー・ブーン。あー、これもう80年代でしたっけ、70年代でしたっけ。なんかアメリカの結婚式で一番歌われた曲ですね。あとは全くじゃあ全然違うので、はい、よっ、さあこれ、これは被差別部落の話ですね、これね。自分は社会学で日本のスラムについてね、研究した経緯がありましてね。差別とかってどうやってできるのかなとかっていうね、そういうのでね、勉強になりますね、こういうのね。勉強っつった、あとはそうね、量子コンピューター、はい、慶応大学でね、今一番権威があるのがね、慶応大学、量子コンピューター慶応で出るかな。
もう最先端の情報がね、スバルのアイサイトのポイント、無料で手に入る。急ブレーキをかけても、慶応大学、皆さん量子コンピュータースクールへようこそ。量子コンピューターっていうのは現在のコンピューターの不可能を可能にする、まあ、全ての問題を可能にするわけではないですけど、一部の不可能を可能にするコンピューターとして世界中で研究が進んでます。で、その実際にそのコンピューターを、量子コンピューターを作るために何をすればいいのか、みんな知ってるようで、ね、意外と知りません。大体その量子コンピューターが何であるかを知ってる人もなかなかいません。そこでこのスクールでは量子コンピューターの基礎から、もう基礎の基礎から積み上げて、使ったテクニックを使うと、まあ、誤り訂正とかは非常に、いやこれも何でもあるわけね、これ、まあ、これに関しては、私はやりません。ただ単純に全然退屈しないですよ。測定に関してはなんとかなるというふうにしてます。あとね、で今までで、量子ビットは何か、それから量子ゲートは何かっていうことと、あと測定するとどうなるかっていうことについて学んだんですけども、まだ1量子ビットだけの話で、まずはその刺してきたものに対してもう敵前頭部をする、もしくは刺してくるのを待ってから避けようとする、ね、ダメです。もっと刺させるシチュエーション、ね、ギリギリまでこの刺させるシチュエーションにしないといけないということです。ここが一番無難よね。ここで思いっきりこっちにね、逃げたらいいんですよ。実際のところリアルにはもう避けるっていうのは本当難しいんでね。だから必ず待ってどうこうするっていうんじゃなくて、もっと刺されるっていう、もっと刺させるような形で避けるっていうね。ね、自分から向かっていく勇気を練習するっていうことね。まずは YouTube をね、そんなに活用できてないみたいでね、もったいない話ですね。マイブームはこれですね、これ。マイブームはね、今ね石丸市長なんですよ。これも好きね。お姉ちゃん、これ柴犬可愛いんだよね。あー、 G 線上のアリアか、かっこいいね。私は今ウクライナに来ています。国境なき師団は戦争によって国内避難民になった方々の健康管理の支援、うわーかっこいいね。ピアノ弾きたい、本、あ、ね、電子書籍も書きたいし、電子書籍も今簡単だからね、このパソコンでちょっとできちゃうからね。うわやべえ、いいね、エヴァンゲリオンですよ。じゃんじゃん書いて、でも前も言った通りね、ギャラはね、なんだっけ、ね、月ね1500円。今ね150冊ぐらいアップされてるらしいんですよ、 Kindle によると。そうしたらじゃあ1500冊書いてやろうと思ってですね。そしたら15,000になるのかなと。
は YouTube& パソコンのねフル活用っていうんですかね、うん、なんかめちゃめちゃ活用してると思いますよ。